来ました。こんにちは。今は昼公演と夜公演の間です。今日はめっちゃさやのファンの人をいっぱい言いました。赤ペンライトいっぱいで嬉しかったです。初さやりんちゃんの僕隊だったけどめちゃくちゃパフォーマンス好き。え、嬉しい。なんかパフォーマンス良かったよって言われるのももちろん嬉しいけど、パフォーマンスが好きですって嬉しいよね。誰かの好みに刺された喜び。こんにちは。ちょっとさ、ここがさ人通るから、これか、この画角か。ちょっと今日まだ朝から何も食べてなくて、朝胃が痛すぎて何も食べれなくて、今日初ご飯はオムバーグです。あ、すごい角度、全然映すよ。本当。今日はこんにちは。ね、ポニーテールマジ可愛い。もっとやってほしい今後。マジで可愛い。なんか、うん、ちょっとだけ痩せたから、そうポニーテールしても大丈夫かも。あなた痩せたってもともと別に太ってないじゃないのよ。そうね。そんなことないね。可愛い、でも。超可愛い。もう疲れちゃった。ね。なんか使い切っちゃったよね、体力。どうしよう。24歳。しんどい。頑張る。リアルな年齢言うんじゃないよ。大丈夫。まだ変わんないよ。18と変わんない。24なんて。本当？ピチピチやで。朝すんごい元気だったのに。元気だったね。朝すんごい元気だったのに。なんか公園。気づいたらね、体力がね。持たなくなってきましたね。どっと疲れた。頑張ってこう。そう、でもすごいコールが大きくて。そう。だからなんかびっくりした。え、なんか誰かの生誕祭かなってなった。本当に。確かに。嬉しかった。来てくださった方。ありがとうございました。久しぶりだったですね、今日も。え、そう。なんか珍しい。なんかもっと、僕隊が。あ、そう。なんかもっと出てるイメージあった。え、そう。なんか気づいたら半年ぶりとかでした。びっくりです。え、でも意外と全然できてたから。え、でもすごい、さやかんちゃんマジ真面目で、朝もなんかめっちゃ早く来て練習してた。違うよ、偉いなと思って。ちゃん今日まで何にもしなかったんだよ。え、でもそう、私昨日 LINE してさやかんちゃんに、明日会えるねみたいな。そう、でもそう、お互い何にも練習してなかった。そう、やばいね、踊れないよねって言って頑張ったよね。そう、頑張った。足が。え、そう、あのさ、さやぱんちゃんのさ、あのパンのアバターみたいなのあるじゃん、あれをなんか、あれ手作り、なんかさ、手はめてさ、そう、なんか、そう、持ってるファンの方がいらっしゃって、そう、さあのね、作ってくれたの、あれね、あの、熱いオーブンとかでさ、ミトン？そう、あれなの、ミトンなの。そうなんだ。そう、で、公式グッズってこと？うん、ファンの人が作ってくれたの。天才。すごくない？私が描いたこのアイコン、アバターをしてくれたんだよね。すごい才能。そんな感じで楽しんでおります。いい、楽しかったです。楽しかったです。そう、でもマジさやぱんちゃんと公園出るのが本当に久しぶり。4の時あんな一緒に出てたのにね。ね、出てたのにすごいエッチだよ今。本当確かに顔を写しなさいよ。あげるな。あげるな。確かに。ただでさえミニなんだから、それ。ダメだよ。隠れてる？ちゃんと。うん。隠れてる。サービス。いやか。よく耐え出した。いてて。絶対にきつい体勢してる。え、さっきこれ見たことないよね。ね、え、でも。オムライス。なんか、なんだろう、このね、このエビが入ってるお弁当最近食べた、何だったか忘れた。そうなの、じゃあ最近流行りの、最近マネージャーさんの中で流行りなのかもしれん。ここに頼むのが企業スタッフさん御用達のそうお弁当屋さんなのかもしれない。かもしれない。よいしょ、パンチャー。夜の、え、夜の弁当見た？見てない。なんだろう。楽しみ。なんだろう、それ一回寝ようかな。あ、今、え、でもなんかさ、寝、なんかリセットされるんだよね。寝たいけどさ、疲れ取れないよね。そう、
なんかただ寝たってだけ。そうだから意外と起きてた方がいいんじゃないかなっていう。確かにそのアドレナリンを出したまんまね、うん、なんかさ寝るとテンションリセットされるんだよね。じゃあ分かる。ここまで昼で上げたのに、うん、上げ上げしたのに。よくない。さっきみんなすあのお昼公演で、うん、疲れて私が夜公演じゃあみんなでテキーラ飲んでから出ましょうよ。最悪。テキーラクッサーンってなって出たら、だって楽しそう。最悪だよ。楽しそう。めちゃくちゃみんな先臭いやん、ずっと。確かに。踊れないちゃんと。ね。立ち位置とか見えないんちゃう。見えないかも。でも今日、1ヶ月ぶりとかだったの、公演が。うん、あ、劇場時代が？あ、そう。えぐっ。おひさやん。なんかね、なんか、うまくできなかった。ねえ、嘘。悔しい。本当？悔しい。そんな？前6年とかやってすごいかかった。6年目とかなの。うん。6年目とかなのに、なんか全然踊れなくて、あれ悔しかったか。夜は。頑張ろう。夜はお酒飲んで出たいと思う。絶対にダメです。きょんちゃん良かったですだって。嬉しい。本当だ。嬉しい。ありがとう。いいです。あ、きょんちゃんご飯食べ終わっ、何にも食べてない。公演前は焼き芋食べた。焼き芋といいなホワイトモカを飲みました。最高ですね。最高。夜盛り上がろうだって。イエーイ。夜頑張りましょう。え、何？醤油？醤油違うわ、コーヒー。おしゃれだった。全然おしゃれだった。劇場のある自販機にあるので、みんな夜来る方飲んで。美味しい。これ上島コーヒー店。おい、これね、めっちゃカフェオレ。うん、甘いカフェオレ。ミルクコーヒーだって。そうだから、コーヒー牛乳って。あ、そうもうコーヒー牛乳ですね。いい、完全に。豪雨で大変ですだって。マジやばい。でも来る時さ、この辺雨降ってたよね。降ってた。そう、みんなももしかして今ってどうなんだろう。雨降ってんのかな、わかんない。あ、でも今降ってないんじゃない？すごい。何？アップルウォッチ。そう。便利？めちゃ便利。本当？何の機能がある？なんかどんだけ今日動いた、何キロカロリー消費したかとか出るし。おー。睡眠時間もめっちゃ正確に記録してくれてるし。それって今から寝ますよ、ポチンって。うん、もう寝たら。動いてないと。うん。すごい。勝手にね。めちゃすごいじゃん。そうなの。秋葉原降ってないだって。あ、いいです。晴れてます。可愛い2人だって。やったー。アップルウォッチいいよな。なんかね、アップルウォッチ。あれでしょ、なんかさ、フェイス ID さ、マスクしてても、うん、あ、そう、できるみたいな。たまにできないけど。便利だよね。あと、あれでしょ、遠隔で写真撮れたり。あ、撮れる。これをしたらさ、カメラ開いちゃうからあれだけど、配信止まっちゃうけど。そう、だから遠くに置いて、ここでカシャってたら撮れるの。めっちゃ便利じゃん。めちゃめちゃ便利だ。そう。いいな。ハロー。疲れた。マジで。ちょっと食べよう。いただきまっちゃおう。どうぞ。私もなんか食べようかな。そう、でも、冷蔵庫に入れといたの。何の？これを。あ、これ？そう。これ温めた方がうまそう。そう、だから、そう、劇場にさ、あれじゃん。レンジがね。レンジが来たじゃないですか。うん。だから、快適。あ、映ってない。最高。一番漏れない画角ね。最高に、最高に漏れない。でも可愛いよ。ありえない。本当？可愛い。若い2人ですね、だって。なんす？あれ？ 21。下打ちをするな。違う。若っ。21の代ってこと？うん、22になる今年。あ、じゃあ私のあれか。私の2個。そうだね、2個下。2個下ってこと？いや。2個下なんだ。そう、実はそんなに変わらないんだよ。01ってこと？うん。顔。01なの？うん。すごいね。こんにちは。土曜日じゃあ、あっちでも配信が行われているわ。対局でね。そう。こんばんは。嬉しい。多田さん24に見えない。もっと若く見えるだって。嬉しい。マジ見えない。ありがとう。でも中身大人だからね。なんか喋ってギャップにびっくりする。全然大人じゃないよ。大人だよ。なんか、うん、私はいつまで経っても子供だなって思う。一生この精神で生きていくんだなって感じ。
あーあって感じするよね。なんかもうどうやったらなんか大人な対応みたいなさ、うんうん、大人な考えみたいなのできない。なんか感情で動いちゃうからさ。なるほどなんよ。そう、全然できない。あ、僕隊の制服サイズ可愛いよね。激カワです。めっちゃ太もも撫でられてる。ウケるウケる。可愛いよね。そう、今日お見送りセナタンと隣で、うん、なんか多分わかんない、みんなにさ一人一人にさ感想言ってくれる人いるじゃん、うんうん、でその人が多分なんか誰々可愛い、誰々良かったみたいで、セナタン可愛いって言ってたから、次私だから、キョンちゃん可愛いかと思ったら、なんかキョンちゃん歌うまかったみたいな歌うまかったって、ビジュアルじゃないんだと思って、キョンちゃん可愛いって言われると思ったら違った。いや、ビジュアルも可愛いんだけど、うん、それを上回るくらい歌を言いたいぐらいうまかったんだよ。よかった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 。自信持って、自信持っていこう。頑張ろう。夜も頑張って歌いたいと思います。頑張ります。でもなんか久しぶりに動いた、びっくりしちゃった。なんか体がね、そう、体がなんかさ、もっとなんかキャピキャピ踊りたかったんだけどキャピキャピ無理やった。そう、なんか全然できなかったんですよね。でもだから夜キャピキャピキャピしたいけど、うん、なんかちょっとテキーラを飲んで、だから飲むなってテキーラを飲んで。絶対ダメだよ。ダメかな。ダメだろ。めちゃめちゃいい公演になると思うけどね。みんなで、今日あれ未成年いない、あれいないよね。いないね。でめちゃめちゃ楽しいと思うんだけど。一番下のないうちらじゃない、セナタンとか私とか、ひななさんとか。ああ確かに。みんな成人です。でもダメです。ダメか。一人だけね。俺だけ寂しくないっすね。あれあれみたいな。でもお酒飲むとさ、体力持たんくない？なんかめっちゃさ、息切れない？そうなのかな。お酒飲んだ後とかさ、階段のもう登るのしんどすぎるもん。お酒飲んだ後に階段登ったことないかも。いや、お酒飲んだ後に階段、なんか帰りにあの駅の階段とかさ、でめっちゃね、3時間ぐらいね、飲み終わって立っててもね、めっちゃしんどいの。向いてないかな、お酒。弱い人ってこと？あ、そうそう、弱い。あ、なるほどね。テキーラ飲んだことないし。テキーラはやばい飲まない方がいい、あんな飲み物ね。あんなのね、美味しくないだけ。あんな飲み物じゃないよな美味しくないだけ。酔うためだけの飲み物やろ、あれ。ひななちゃんと同い年なの？だってなんか、そう。すごい大人っぽいよね、ひななさん。うん、やっぱ歴が、だって小6とかで、うん、そう、12とかからでしょ。でもすごい、だってもう10周年でしょ、ひななちゃん。えぐ、すごいすごいよ、すごいよ。えぐだね。きょんちゃん強いんだね全然そんなことない。人並みよりちょっと飲めるかな。何飲むの？最近は、カルピスサワー。それサワー系ね、カルピスサワーしか飲めないの。あ、私もなんかカルピスサワー以外お酒の味する。サワー飲まない。なんか甘くないやつ飲んでそうね。私甘いのしか無理。あ、逆にね。カクテル大好き。あ、わかる。でもカシオレ、でも飲まない方がいいんだよ。うん。そう、カシオレ飲みすぎて飽きちゃって、甘すぎて飽きちゃって、うん、最近カルピスサワーでごまかして。カルピスサワー飲むんだったらさ、カルピスソーダ飲んだ方が100倍美味しいなって思っちゃう。うん、それはそう。だよね。うん。だよね、みんな。そう。マジでそう。ケンケンさん？テンケンさん？ケンケンさん？アイスくれた。やった。ありがとうございます。なんかサワー飲んだら、サワーって甘くないじゃん。いや、カルピスサワー甘いのよ。そうかな。カルピスで割ってっからよ。これだったらカルピスソーダの方がいいよと思っちゃうんだよね。いや、カルピス美味しいよね。わかる。そう、私はもうファジーネーブルばっかり。ファジーネーブルがなかったら、梅酒のソーダ割りを。いや、それ梅酒のメニューになりたいんだよね。梅酒が一番美味しい。梅酒こそ甘くなくない？うん、甘くない。けど、お酢がダメなんよね。最近、
甘くないに対しても何も思わなくなった逆にね。でそうこの前梅酒のソーダ割りを頼んだら間違えて梅酒のロックが来たの、うん、ロックが来て、まあ、いいかと思って飲んだら美味しくて、うん、いけちゃったの。ちょっと梅酒のロックいいかもと思った。わかんない、なんかやっぱソーダ割りってさ、うん、ソーダで割られてるからさ、うん、梅味薄まるやん、まあ、確かに。だから梅の味がめっちゃして、え味濃いってなって、当たり前なんだけど当たり前なんだけど、え味濃いと思って、いいですね、うまってなった。まあ梅酒飲めるようになりたいな、うん、え梅草っていう人初めて聞いた。え嘘、梅草、えでも梅酒のソーダ割り、梅酒のソーダ割りでっていう、うん、でも店員さん梅草でとか言わない？言わんな、言わないの？言ってる人見たことないよ。本当？え梅草、え嘘、梅草って言わないの？ちょっと伝わんの？で私もそうなんか、あ梅酒のソーダ割りって、あ梅草って略すんだって最近知って、えあそう、あ世の中ではあ梅酒のソーダ割りですって言わないんだと、梅草って言うんだと思って、あそうなんだと思って、間違った知識入れてるわ。梅草、あ今から公園行くようだって、本当に気をつけて、気をつけて、降ってる地域もあるかもなんだね。秋葉原今降ってないし。梅草初めて聞いた。そうなんだ、じゃあこれからも梅酒のソーダ割りで梅酒のソーダ割りで、ソーダ割りでうん、18時加減でやる。そうなん、あと1時間40分ぐらいです。早い早い早い。え見てよ私のスマホケース、うん、思った、かわいいでしょ、進化、かわちい、ピカチュウが飲み込まれた。そうピカチュウ、下着にピカチュウのスマホケースなんだけど、見てよツイッター嬉しいツイッター見てください。黄色のシールだから相性がいい。そうそう黄色のシールなんかランダムで、そうちいかわの、あそうなんや、ランダムで5枚入ってるんで、太っ腹、いっぱいなんかなな全50種類みたいな、黄色のやつ貼ろうと思って、うん、黄色の探してこれだった、かわいいウサギ、かわっていい、ね、かわいいよね。あんま見たことないんだよな、あの草むしりで、うんうん、なんかあの危ない草みたいなの見つけて、うんうん、なんか褒められるとこ話しか見たことない、よりによってそれ、うん、唯一面白い。私もちいかわ全然知らなかったけど、えだってさ多分2年前ぐらいからさずっとやってるよね、ちいかわって、ね、そうその時からさずっと流行ってるよね。そう存在は知ってたんだけど、なんか最近急にハマり出した。ハータン？めっちゃ好きじゃない？うん、そうハータンと一緒にグッズ集めて。楽しそう。楽しい。草むしり検定泣くようだって。そう草むしりの話が。そうなん？こんな感動話なの？えそう感動話、えシーカーってなんか感動話もあるし、普通になんか闇深、闇深アニメ。闇深のイメージ。そう闇深アニメでしかない。可愛いのにね。私はモモンガ推しです。よろしく。あ、二人いつ絶対にそう、フォーの時によく公演一緒に出てたよね。そこでなんとなくこう徐々に出てた、徐々に縮まったんちゃう。キョンちゃんコミュ力高いし、確かに私からうん、物価そう私からなんか話しかけに行ったかもしれない、多分ね、うん、でもそんな気にする覚えてないけど懐かしい。仲良くなるタイミングって意外と覚えてないよね。そう全然誰も覚えてないんだよね。本当全然覚えてない。全然覚えてない。もう気づいたら仲良しって感じ。うん、私お腹が空いたので食べな、あっちに行ってみたいと思います。行ってらっしゃい、ありがとう付き合ってくれて。いいえ楽しかった。セクシーだからちょっと隠しとくね。優しい優しい良い子はセット、ありがとう、ありがとうございました。みんなバイバイ。賑やかでした。ちょっと読めなかったギフト今のうちに読むね。トメさんかわいいギフトありがとう。ヤッチさんお疲れギフトありがとう。モタさんかわいいギフトありがとう。ケンケンさんアイスありがとう。みんなありがとう。さて
どのぐらいお昼食べ、あ、これ膝小僧です、私の。どのくらいお昼食べようかな。そう、朝胃が痛すぎ、あまりにも痛すぎて、なんか内臓が口から全部出そうだったので、薬飲みました。痛み止め、鎮痛剤、鎮痛剤飲みましたので、公園は元気だったんですけど、また痛いです。公園終わったらアドレナリン切れて言いたくなってきちゃった。サイリンは今上手側にいます。胃がキリキリ、てか普通に何にもご飯食べないで薬飲んだの普通に良くなかったな。いつもなんかほんとちっちゃなものでも胃に入れてからお薬飲んでるのに、今日はもうに薬飲んだのに胃に悪いことしちまったぜ。チーム A 公演いつ6になかった A さあ出ないけど、ついに呼ばれない A 公演が生まれた。まあそういう時もあるよね。電波悪いかな、ごめん。今 Wi-Fi 切ったけどどうだろうか。今はオムライス食べて、なんかオムライスのソースがシチューみたいな、何ですかこれは、ホワイトソース、シチュー、何がかかってるのか分かんないけど美味しいです。こんにちは。電波不安定、マジちょっと改善しないかな。意外いっていうか、なんか内臓がねもやもやしてる、気持ち悪いタイプのやつ、なんか内臓がこういう感じ、イメージで話すと痛いっていうか、なんだろう、なんか なんですかね、ちょっとわかん、そうぐにゃぐにゃしてる。ぐにゃりぐにゃり、もういいや。どうもま、半分ぐらい食べようと思ったけど半分も入らなかった。もういいや、ごちそうさまでした。とっても美味しいな、もっと元気な時に食べたかった味、美味しいんだけどね。むか、むかむか、ぐにゃぐにゃ。公演前に無理そうだったらもう一回お薬飲みます。むかむか、
夜公園行きます、待ってます。秋葉原到着、早くない？早くない？ムカムカの中昼公園、あ、まあ、でも昼公演中はお薬飲んでたから、本番中はね大丈夫だったよ。そう、ずえん無理してない、ただただ楽しんでるただただ楽しんでた。公演は完全に、やっぱ劇場公演大好きだからね。結局ちょっと奥歯にお米がいる。こんにちは。くしゃみでそう険しい顔。こんにちは。16時半から受付開始じゃない？あ、そうか、受付時間とかもそれあるもんね。生徒たちはさ、時間になったら幕が開くってイメージだから、公演は18時からってイメージあるけど、みんなは早めに来て受付とかする。そりゃそうや、抽選とかもするしね。そうか、確かに。ビンゴね、ビンゴ。楽しかった、余韻に浸ってるのにあと1時間で仕事、仕事前だったの？わあ、頑張って、今日の楽しかった思い出を胸にお仕事頑張って。このあと私髪の毛を変えてきます。ゆる公園はどんな髪型をしているでしょうか。今日はなんかやってない人、さや最後の方だったからさ、私今日ここ来てどうしても君が好きだの自主練だけリハ前にやって、リハ終わってからリハでやらなかった曲を全部一人でやってたから、そのメイク始まりが遅かったの。だから結構もう ほぼラストの方だったので、みんなと被らない髪型作ったんです。昼はね、やっぱね1ヶ月半ぐらい空いちゃったので、まあ、ちょっと忘れてたので今日ちょっと思い出し頑張りました。今日ポニテ待ちしてたら帽子あるからないことけ。あ、そう、僕隊はね、さよ 2曲ともユニットが帽子なのでね、できないんですよポニテを。配信ありがとう。劇場の片隅で応援してます。さえは今劇場の片隅で配信してます。さーて、今日この席に座るのは誰なんでしょうか。綺麗に、あのご飯の食べたから綺麗に拭いとくんで、安心して座ってください。こんにちは。こんにちは。やばい、ご飯食べたら眠くなってきちゃった。今日は早く寝ます。今日は配信をね合間でやっているということは、夜はお家へ帰ってお布団に入ってすいやりすいやり寝れるということですから、
帰ったらすぐお風呂入ってすぐ寝ようっと。あ、全然大丈夫です。鼻むずむず。あ、全然大丈夫です。むしろ大丈夫ですか。全然あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。長野気をつけて帰ってね。こんにちは。なんか言おうとしてたな、なんだっけ。あ、早く帰って早く寝る話か。健康の話ね。健康、落語聞いてみたい。あの7月のね、14号かな、違う、16、17か、13から始まって17で終わるから16、17で私東京の三鷹かな、三鷹の劇場で落語するんで、ぜひまだ間に合います。見に来てください。そう、昼食タイムしてました、さっきまで。昨日結局さ、早く寝れなかったから今日こそは寝なくちゃと思っている。昨日も寝れなかった、一人だと寝れない。そう、長野で生活リズムマジで超健康的なリズムだったから、またこちらでも続けていきたい。長野帰る直前の生活リズム最悪だったもんな。4時に寝て昼に起きるみたいな最悪リズムしてたから。健康生活間違いない、うん、もう昨日は配信終わってすぐお風呂入ろうと思ったんだけど、結局動けなくなっちゃって、11時とかまで動けなくなっちゃったんだよね、床から。そう、体を動かせなくなっちゃって、でも11時ぐらいに頑張ってお風呂入って、でも1時とかには、1時前ぐらいには寝たかな。でも今日目腫れなくてよかった。今日ちゃんと二重。Good。危なかったです。むくみたくなさすぎて、お風呂で保冷剤で目バチ冷やし。お風呂湯船浸かりながらずっと保冷剤当ててて、むくまなくてよかったです。昨日はむくんでたけどね。泣いちゃうとさ、マジでさ、次の日バチむくみが待ってるんですよね。むくまなくなったらなんてハッピーなんだろうという感じですけど、早く寝たいと思います。絶対に早く寝る。床から動けなくならない、床から動けなくならないことを祈って帰ります。なんかね、そう、ないですか皆さん、
起き上がれないみたいな。そう、もうあまりにも無理な時説明が下手、異常に説明が下手じゃん。心が終わりすぎて動くというコマンドが出ない時、人生においてありませんか？いや本当にね、それは生きるのが下手くそだなって常々思ってる。落語聞きたい、ぜひ東京 見に来て。三鷹の、三鷹の劇場の名前忘れちゃった。三鷹の劇場にまだ本番あるんだ。ちょっと待って、ご飯食べたらマジでめっちゃ眠いわ。ちょっと頑張って頑張って頑張ってね、頑張って早く寝る。今日は帰ったらすぐお風呂入ろう。家に着いた瞬間に湯船にお湯張ろう。ませぬので、そろそろ終わりにします。お付き合いありがとうございました。髪型変えたりメイク直したりしてまいります。ぜひ来てくださる方は気をつけて。今秋葉原はね、雨降ってないみたいですけど、気をつけていらしてください。オンデマで見るよ、VR で見るよって方はバッチリ探してくださいね。ちょっと昼はしゃぎすぎて、夜も同じテンションで行けるように頑張るわ。昼ちょっとあまりにもはしゃぎすぎちゃって息切れ半端なかった。汗もやばかった。そう、汗やばかった。公演終わって自分が汗だくでびっくりした。めっちゃ汗かいてる。まあ湿度高いからね、汗かきやすいってのもあったんだけど。ではランキング読みます。13位タカさん、ありがとうございます。12位日野にゃんまるさん、ありがとうございます。11位オロロさん、ありがとうございます。10位かぼちゃ先生、ありがとうございます。9位ヤスさん、ありがとうございます。8位ヒラリンさん、ありがとうございます。7位バイコゾウさん、ありがとうございます。6位タッキーさん、ありがとうございます。5位トモチさん、ありがとうございます。4位モタさん、ありがとうございます。3位ヤチさん、ありがとうございます。2位ケンケンさん、ありがとうございます。そして1位はトメさん、ありがとうございました。では夜公演またお会いしましょう。配信見てくれてありがとうございました。7月も配信頑張ります。ではまたね、ありがとうございました。バイバーイ。